今なら負ける気がしないわ。今の猛将棋なら。その通り。今度はこっちの番だよ。これまでやられた分、利子をつけてお返しして差し上げますわ。因果を。行きましょう、タクトさん。よし、行こう。みんなの力を合わせて黒き月への突破口を開くんだ。翼が生えるなんてびっくりしました。きっと紋章機が私たちを助けてくれたんですね。諦めないっていう気持ちが紋章機に届いたのかも。次は私がそれに応える番です。外れちゃったか。タクトさん、ここで一気に敵をやっつけましょう。今度は絶対にあげるわよ。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。タクトさん、すごいですよ。紋章機が強くなってます。いけない、外してしまいました。タクト、敵をやっつけたわよ。あっさり倒せるなんて。オッケー、任せといて。了解です、今すぐ行きます。おっと、外した。今までと少しタイミングが違うってことか。今の攻撃を回避してますね。敵の破壊で成功。黙ってろってのよ。わかったわ、タクト。回避し、今の攻撃でかなりダメージを与えられたと。敵の破壊で成功。黙ってろってのよ。オッケー、任せといて。はい、タクトさん、お任せください。よし、来た、タクト。了解です、タクトさん。了解しました。タクトさん、敵を発見しました。これより攻撃に向かいます。命中した敵を撃ち落としました。見てた、この調子で頑張ります。攻撃に失敗、もう一度やってみます。了解です、タクトさん。攻撃が外れまして敵を破壊しました。性能が上がっています。トリックマスター、了解ですわ。よし、回避できた。でしたか。でも二度は外さないよ。今なら敵を一気にやっつけられそうですね。タクトさん、すごいですよ。紋章機が強くなってます。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ。ごめん、タクト。タクトさん、攻撃だんだん黒き月に近くなってきました。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。了解です、今すぐ行きます。回避成功。私は一味違うわよ。タクトさん、
ますよ。紋章機が強くなってます。了解、あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。もう許さないわよ。いけアンダークローン。やったわよタクト、敵を撃ち落としたわ。効果的な一撃を当て、3番機敵を撃墜しましたわ。さあ、いかにパンカロン。敵を発見しました。これより攻撃に向かいます。わかったわ、タクト。今の攻撃は効いたようですよ。沈黙、この調子でやりました、タクトさん。はい、タクトさん、お任せください。オッケー、任せといて。はい、タクトさん、行動を開始します。了解です、今すぐ行きます。回避に成功しました。あれ、当たったと思ったのに回避できない。よかった。はい、タクトさん、任せてください。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。今なら敵を一気にやっつけられそうですね。タクトさん、だんだん黒き月が近くなってきました。外れちゃったか。今度は絶対に当てるわよ。タクトさん、すごいですよ。紋章機が強くなってます。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。外したか。でも二度は外さないよ。しまった、狙いがそれたよ。ビンゴ、見たか、今の一撃。今までやられた分の命中しましたわ。大全体何がどうなってんだい。威力も上がったような気がします。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。命中ですわ。今の攻撃すごい。自分でも驚いちゃいました。了解です、タクトさん、回避成功。止めー、アンダークローン。やったわよタクト、敵を撃ち落としたわ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。攻撃外れました。トリックマスター、了解ですわ。今の攻撃で、カービナさん、修理を始めます。リペアウェーブ発動。はい、タクトさん、行動を開始します。了解です、今すぐ行きます。敵の破壊に成功。たまんよってのよ。回避に成功しましたわ。了解しました、すぐに飛んでまいりますわ。攻撃をかわしましたわ、ご心配なく。タクトさん、タクトさん、すごいですよ。紋章機が強くなってます。一気にやっつけられそうですね。タクトさん、ラッキースターが被弾しました。ハイパーキャノン。敵発見、タクトさん、行くわよ。だんだん黒き月が近くなってきました。あれ、当たったと思ったのに回避できた。攻撃目標全滅しました。タクト、今なら黒き月に到達できるぞ。よし、目標変更、黒き月本体を狙う。あの輝き、あれがロストテクノロジーの真の力なのか。黒き月のエネルギー反応低下していきます。なんだと、ノアは何をしているのだ。
ノア様からの応答ありません。ただセンサー類の出力はむしろ上昇中です。まるで何かを探っているような。そうか、観察しているのか。白き月の落とし物たちに秘められた力を。いかがいたしましょう、エオニア様。やむを得ない。コントロール可能な艦隊は全て黒き月の周辺まで交代させろ。はっ、承知いたしました。黒き月のエネルギー反応低下。周辺の無人艦隊交代していきます。やったか。マイヤーズ司令、エンジェル隊から通信です。やりましたよ、タクトさん。このまま一気に黒き月を。他の紋章機からも翼が消えました。紋章機の出力が平常以下に落ちています。どういうことだ。黒き月を叩く絶好のチャンスだったのに。司令、ルフト重傷から通信が入りました。タクト、見事だったぞ。いや、胸がすく思いじゃった。まだ興奮が収まらんよ。あのデカブツも何やら動きを止めたようじゃ。今のうちに撤退し体勢を整えよう。敵が動きを止めた途端にこちらは自由を取り戻した。今惑星ローグの裏側に再集結中じゃ。うん、そこで改めて話をしよう。ではな。了解。エルシオール前進。紋章機を収容後合流ポイントへ向かう。との合流ポイントに到着しました。依然沈黙を保っています。惑星ロームを挟んで睨み合いか。あのデカブツもいずれ動き出すだろう。そうなる前になんとか型をつけたいもんだな。生き残った味方が集結できたとはいえ前途多難だな。失礼します。エンジェル隊、ただいま戻りました。来る途中で外の様子も見てきたけど、ひどいもんだね。無傷の船なんて全然いないよ。皆さん、この合流ポイントまでたどり着いたのが不思議なくらいですわ。死傷者も相当な数に上っているようです。これじゃあ体制の立て直しといっても 2,3 日どころじゃ効かないわね。いえ、そんな、私にも何が何だかよくわからないうちにああなっちゃって。それにしても、あの時紋章機とエルシオールに起きたあれは一体何だったんだい？それに関しては
クレータ班長を中心に調査してもらっているところです。何か分かったら報告があるでしょう。司令、ルフト准将から通信が入っています。ご苦労じゃったな、タクト。エンジェル隊も揃っておるか。状況か。簡単に言うと、今はわしが総司令代行を務めておる。ファーゴを脱出する際、エオニア軍の攻撃で他にもわしより階級が上の方々は全員行方知れずでな、やむなく今はわしが指揮を執っておるのじゃ。多くの犠牲者が出たのだな。はっ。しかし芝王子がご無事であられただけでも不幸中の幸いです。ルフトよ、広告軍を再びまとめ上げる役目お前に委ねる。謹んで拝命いたします。豪骨に鞭打って最大限の努力をいたします。さてタクトよ、お前の今後のことなんじゃが。エルシオールとエンジェル隊の司令は引き続きお前に任せようと思う。引き受けてもらえるか。うん、頼むぞ。他にもいろいろと聞きたいことはあるが、いかんせん処理せねばならない問題が山積みでな。また時間が取れたらこちらから連絡しよう。ともかく今はゆっくり休んでくれ。タクトさん、ほらミルフィー、ボケっとしてないで、なんか言ったら。あ、うん、その…お帰りなさい、タクトさん。どうした？黒き月に変化が見られます。メインモニターに映像を出します。黒き月の内部から無人艦が次々と出現しています。周辺の無人艦も集結しつつあるようです。新手の無人艦隊、他の艦隊と合流しつつ黒き月を囲むように布陣しています。攻撃衛星の代わりの防衛ラインってわけか。これじゃ本当にキリがないぜ。いかにも禍々しい姿、あれはまさしく黒き月に違いない。黒き月、自己増殖、察するに黒き月とは無人艦隊の生産工場といったところでしょうか。だとしたら大変じゃない。あの黒き月がある限り無人艦隊がどんどん作られるってわけでしょ。それだけじゃないよ。ファーゴとロームを壊滅させた攻撃や紋章機を機能停止させた妙な光も敗戦しますなんだ。これからどうなっちゃうんでしょう。勝てるんですか私たち。何でしょうか。ああ、そうだな。
なんだかんだでずっと戦いっぱなしだったからな。バーグを離れてからもう20時間ほど経っています。そんなに時間が経ってたんだ。興奮しているせいか全然気がつかなかった。それじゃあ私たちは先に休ませてもらうとするよ。行こうみんな。なんだか不思議。舞踏会に行ってたのがなんだか夢の中の出来事みたいな気がしますね。はい、タクトさんもお疲れ様でした。それじゃあ失礼します。では私も部屋に戻らせてもらうぞ。皆の者ご苦労であった。そうだな、敵はどんどん数を増やせるのに対してこっちの戦力はガタ落ちだからな。数少ない味方も自分たちの修理や被害を受けた民間人の救助で大忙しですもんね。エルシオールにしてもファーゴを大急ぎで脱出してきたせいでかろうじて修理ができる程度の補給物資しかありません。まったくだ。今のところ黒き月が動かないでいるのがせめてもの救いか。お前のその性格が今は羨ましいよ。ところでお前も休んだらどうだ。交代が必要になったら呼ぶ。一眠りするなり館内の様子を見てくるなり好きにしていいぞ。私たちも交代で休ませてもらいますからご心配なく。司令もお休みになってください。お疲れ様です。タクトか、どうした？ずいぶん早いじゃないか。いや、特に新しい情報はない。ファーゴは未だ混乱状態です。ロームも黒き月による砲撃のせいで電離層が乱れていて通信不能なんです。ま、それだけでも相当な被害が出ていることは容易に想像できるがな。一応一部の艦隊が救援に向かっているが。返事がないのは良い返事って言葉もあるじゃないですか。そう信じましょうね。ああ、そうだな。それで具体的には分かった。好きなだけ考えてこい。はい。はい。それで何でしょうか。ああ、あれですか。結局何も進展なしですよ。グールダラス副司令があそこまで硬派というか鈍感だとは思いませんでした。結果的にもうしばらく一緒にいられることになりましたから
アルモも内心では喜んでいるみたいですけど。ねえココ、何話してるの？私も混ぜて。アルモ、特に大した話じゃないの、気にしないで。お前らブリッジで無駄話してるんじゃない。タクトも用がないんならさっさと寝ろ。寝ちゃうんですけど、今日はなんだか寝つけなくて。ねえタクトさん、エオニアさんはどうしてあんなことをしたんでしょう。はい、私よくわからないんです。エオニアさんって5年前まで広告に住んでいたんですよね。だったらお友達もいたんじゃないでしょうか。他にも子供の頃の思い出の場所とか。今みたいなやり方を繰り返していたらお友達も思い出の場所もみんななくなっちゃいますよ。それでも構わないんでしょうか。やっぱりわかりません。どうしたら広告を、世界をそんなに嫌いになれるんでしょう。この世界には面白いことや楽しいことや美味しいものがたくさんあるのに、それ以上に悲しい思い出があるんでしょうか。だけど自分が不幸せだからって他人も世界も同じように不幸にしてやろうっていうのは良くないことだと思います。私変なこと言ってますか。はい、そうですよね。私たちが頑張らないとたくさんの人たちが困っちゃうんですよね。よーし、頑張るぞ。はい、それでどうやってエオニア軍を倒すんですか。本当に大丈夫なんですか、タクトさん。わかりました。きっとなんとかなりますよね。私、タクトさんを信じてますから。あら、タクトじゃない。あんたもトレーニング？別に無理なんかしてないわ。なんか無性に体を動かしたい気分だったのよね。それよりあんたも見たでしょ、紋章機の翼。私もびっくりしたわ。紋章機は生まれ変わったのよ。あの時ね、紋章機から私の体にすごいパワーが流れ込んでくるのを感じたの。私まで生まれ変わった気分だったわ。そうよ、すごいことだわ。そ
操縦した感じも今までと少し違ってたし、それにあんな綺麗でかっこいい翼なんだからきっといいものに違いないわ。タクトもそう思うでしょ。そうでしょそうでしょ、私の勘は正しいに決まってるわ。それがもう今までと断然反応が違うの。まるで私だけのためにチューンナップされたみたいだったわ。この生まれ変わった紋章機があればエオニア軍なんか目じゃないわ。あいつらにやられた人たちの仇を取ってやる。あ、タクト、いいとこに来たわね。これからランカと一緒にお料理作るんです。暗い雰囲気を吹き飛ばすために美味しいものを作ってみんなに食べてもらおうと思って。そこにちょうど私が通りがかってね、せっかくだから私も料理を教えてもらおうかと思って手伝うことにしたの。期待しててくださいね、タクトさん。私の料理の腕前にびっくりしないでよ。それではランカさん、先生の後に続いて掛け声をよろしく。先生？掛け声って？ミルフィー、ランカのお気楽クッキング！って何よそれ？ダメじゃないランカ、ちゃんと一緒にお気楽クッキングって言ってくれなきゃ。なんで私がそんなこと言わなきゃなんないのよ。あ、ごめんね、その前にランカののところも言ってもらうんだったわ。そういう問題じゃない。犯罪じゃないわよ。タクトもこのお気楽娘に何とか言ってやってよ。そうそう、私のことは気軽にミルフィー先生って呼んでね。何が気軽によ、タクトまで調子に乗っちゃって。いいわよ、分かったわよ。ミルフィ先生、今日は何を作るんですか？はい、今日のお料理はイチゴをたっぷり使ったケーキです。わあ、それは美味しそうですね。ではまず材料のご紹介から。というわけで、ここに下準備の終わった生地があります。あの、ミルフィー先生、生地の作り方の説明は。だって早く食べたいんだもん。私に教えるのはどうだったのよ。生地を型に流し込んで熱したオーブンに入れてっと。何事もなかったように進行するんじゃない。焼き上がるまでは50分くらいかかります。その間にホイップクリームの方を。あー、オーブンから火が。ミルフィー、あんたオーブンに何入れたのよ。何ってただのケーキ生地なはずなんだけど。ただの生地がこんな大爆発するわけないでしょ。
あ、逃げた。待ちなさいよタクト。タクトさん、いらっしゃいませ。タクトさん、また司令官に就任してくださったんですってね。バニラさんから聞きました。はいはい、こちらこそ。そうならもっと喜びたいところですが、すみません、今は。近くの外壁に被弾したせいで波を起こす装置が故障しましたが、大したことはありません。ですが宇宙クジラが悲しんでいるそうです。いえ、そうではありません。ただ心が痛いんです。一夜のうちにここ400年分と同じくらい、いやそれ以上の人々の嘆きと悲しみを聞いた。宇宙クジラはそう言っていました。宇宙クジラが言っています。気にするな、お前たちはお前たちにできることをしてくれ。いずれ決断の時が来るだろう。勇気を持って前へ踏み出すがいい、だそうです。いいえ、それでは僕は動物たちの部屋の点検途中なので、これで失礼します。私たちにできること。大勢の人々が亡くなりました。私は見ていることしかできませんでした。わかっています。でも、亡くなられた人々の家族や友人の悲しみを思うと、胸が痛みます。タクトさん、私たちはこれからどうすればいいのでしょう。私も同じ考えです。はい、私にできることがあれば何でもお言いつけください。タクトさんの言葉を聞いていると安心できます。やはりタクトさんが司令でよかった。それでは、所用がありますので、私はこれで失礼します。どうされました？はい、おかげさまで。みんな怪我もなく無事です。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では、少々お待ちください。
という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。治療終わりました。すごい、もう痛くない。どうもありがとう。あら、マイアズシレ、いらっしゃい。いえ、ちょうど今終わったところです。それよりバニラから聞いたわよ。また指令に戻ったんですってね。そうね、なんか不思議よね。もっともこういう非常事態の結果そうなったというのは皮肉な感じだけど。指令が気を落とすことはないわ。あなたは立派に戦っている。これからもよろしくお願いね。ウギウギです。目を離すと心配なので、なるべくそばに置いておこうと。いえ、いつ自分の部屋が被弾しないとも限らないですから。大丈夫よ。さっきはたまたま防御システムがダウンしてたせいで被害が大きかっただけなんだから。そうなのですが。もちろんよ。ナイスアイデアだわ、司令。それではケイラ先生、今度の戦いからはウギウギをお願いしてもいいですか？任せて。後で世話の仕方を教えてね。はい。謎の部分もありますけど、だいぶ解明が進みました。当事者からも助言をいただいていますし。あたしらだよ。あの時紋章機に乗っていた人間として当時の様子などをお伝えしていたところですの。おかげでとても助かりました。原因の究明は難しいですが、何が起こったのかに関してはもうじきご説明できると思います。いいえ、こういう状況でこんなことを言うのもなんですが、楽しんでいます。ロストテクノロジーの謎を解き明かすことこそ研究者である私たち月の巫女の使命であり、無常の喜びですから。女の子ですか？ノア。いえ、そういう子は見たことがないですね。何かの見間違いではありませんか？なんない？面白そうな話だね。小さな女の子。タクトってはそういう趣味があったんだ。人は見かけによらないね。
冗談はさておき、ちょっと気になりますわね。話が本当だとしたら、その女の子は何者だったんでしょう。単に寝ぼけてただけなんじゃないの？夢でも見たんでしょ。でもエオニア軍のスパイということも考えられますわ。その可能性もあると思いますわ。だとしたら大変じゃないか。こっちのデータが盗まれたかもしれないんだよ。エルシオールも紋章機もロストテクノロジーの塊です。そう簡単に解析はできないと思いますが。まあ何かあったらその時に考えればいいさ。じゃあ私はそろそろ行くよ。私もお先に失礼させていただきますわ。はい、お任せください。もうここにいらしてたんですか？はい、私もびっくりしました。本当に空が割れてるみたいですよね。なんだか怖い。心配ですよね。私たち勝てるんでしょうか？タクトさん、私に何かできることってありませんか？わかりました。しっかりしろ！あ、ごめんなさい。よかったらちょっと歩きませんか？タクトさん、さっきの励ますって話なんですけど、私の周りってしょっちゅう変なことがあるじゃないですか。舞踏会でもドレスが焦げちゃったり、ないはずのことがよく起きて周りに迷惑をかけちゃったりするけど、でも自分ではそれをどうすることもできなくて。でも時々悲しくなることもあります。幸運だけなんて虫のいいことは言わないから、せめて普通の運になれたらいいのにって。結局自分でどうにかできることじゃないんですけどね。やっぱりだから私、悲しい気持ちになった時にはいつも自分にこう言い聞かせてるんです。どんなに思いもよらないことに巻き込まれても、せめて気持ちだけは前向きでいようって。それ微妙に前向きじゃないような気が。そうです、しっかりしろ。うん、素直でよろしい。ねえタクトさん、これから先、タクトさんがどんな決断を下そうと、どんな困難な道を選ぼうと、私もエンジェル隊もタクトさんについていきます。
から、タクトさんは自分の決断に後悔しないような道を選んでください。なんかゴゴゴゴゴって天井の方から聞こえてきますよね。おい、誰か公園にいるのか？いるなら早く退避しろ。タクト、このバカなんでよりにもよって。公園にいただけでバカっていうのはあんまりだと思います。いいから早く逃げろ。展望公園のエアロックが突然開き始めたんだ。現に開いてるんだからしょうがないだろう。どこが故障したのかわからんが、ブリッジからもコントロールが効かない。あと10分ほどで公園の中の空気はなくなるぞ。急いでそこから離れろ。お前たちが出たら入り口の隔壁を閉鎖する。でもエアロックが開いちゃったらこの公園はどうなるんですか？草や木だって、あのカフカフの木も死んじゃうんですよ。千年も生きてきたのに。ごめんなさい、変なこと言って。仕方ないんですよね、私たちにはどうすることも。おい、どうした？早く出ろと言ってるのが聞こえないのか？はい、私もお手伝いします。人の話を聞けよお前ら。タクトさん、大丈夫ですか？しやがる。とりあえずエアロックは閉じられたようだが、危険なのに変わりはないから早く公園を出ろよ。この公園どれくらい立ち入り禁止になっちゃうんですか？誤動作、それってめったにないことなんですか？それってやっぱり私の運のせい？
クトさん。タクトか。私は良いことを思いついたぞ。エオニア目を打倒し、反乱軍を一掃する名案だ。うん、そなたと私が結婚すればよいのだ。さすればそなたは広告軍を思うがままに指揮できる。私も思う存分そなたとダンスができる。それだけではないぞ。反乱軍討伐の働き次第ではそなたに継承権第一位の座を譲ってもよい。そうなればタクト、そなたがこうだ、何を申す。私は寝ぼけてなどおらん。なぜそなたがここにいる。そうか、そうだったな。私はタクトに、いや、マイヤーズに。うん。ではタクトよ、私はさっき妙なことを口走ってはいなかったか。そうか、やはり冗談か。そうだな、そう思うのが当然であろうな。いや、良い。そなたは悪くない。タクトさん、僕です。ちょっとよろしいですか？はい、宇宙クジラから急ぎの伝言を預かってきました。信じられないかもしれないが、
彼女の気持ちを真面目に聞いてあげてほしい。だそうです。タクトさんが今しがた会話していらした人だそうですよ。そういえばわかるだろうって。とりあえずよろしくお願いします。それじゃあ僕はこれで。では何の用だったのだ。そうだ。私は女だ。その理由は私自身にもわからぬ。誰からも、シャトヤーン様からさえも訳を聞かされていないのだ。そうだ。このことを知っているのはシャトヤーン様とこの船にいる侍女だけだ。皇族も政府も真実は知らなかったと思う。私はあくまでも王子、男として扱われていたからな。もちろんエルシオールに乗っている月の巫女たちもエンジェル隊の者たちも私が女であることは知らぬはずだ。ならば、女であるという確たる証拠を見せた方がよいか？そうであろうな。今の状況下で私の出生が疑われるのは好ましいことではない。タクト、そなたに頼みがある。この事実は今しばらく伏せておいてもらえないだろうか。そうだな。我々の間ではそれでよいだろう。願いを聞き入れてくれて感謝するぞ、タクト。あ、それから、その、さっきの私の寝言は忘れるがいい。決して気にしてはならんぞ。では、私は部屋に戻るとしよう。邪魔をしたな。マイヤーズ司令とエンジェル隊はブリッジまでお集まりください。繰り返します。マイヤーズ司令。うん、遅い。待ちくたびれたぞ。紋章機とエルシオールに起こった現象の説明に千葉王子にもご協力をいただければと思って私からお願いしたんです。ぜひ説明を聞きたいね。私らもずっと気がかりだったんだ。ああ、ランファなら今ミルフィーを探しに。
別に隠れてたわけじゃないもん。ふーん、あんたの辞書では人目につかないところで丸く縮こまってるのは隠れてるって言わないわけ？あ、いえ、なんでもないんです。大丈夫ですから。これで全員揃いましたわね。ではクレータさん、お話をお聞かせ願います。はい。昨夜の戦闘中、エルシオールと紋章機に起こった現象なのですが、調査の結果、紋章機もエルシオールも制御系、動力系などの全システムが新しいものに書き換えられていました。つまり見た目こそ今までと変わりありませんが、その中身は丸ごと生まれ変わったとも言えます。やっぱりあれは暴走ではなかったんですね。でもあの時外部からはこれといって不審なアクセスはありませんでしたよ。外部からの干渉ではない。新しいシステムデータはエルシオールと紋章機の内部にずっと眠っていたものだった。そうです。ご存知の通り、ロストテクノロジーには未知の領域が数多く存在します。その解析がある程度進んだ技術は宇宙船などにコピーして利用しているわけですが、紋章機とエルシオールに使われているテクノロジーについては私たち月の巫女の必死の研究にもかかわらず、ほとんど謎のままでした。ロストテクノロジーの結晶とか言われてるけど、要はブラックボックスばっかりでオリジナルのまま使うしかなかったってことなの？そう言われると立場がないですね。ですが昨夜の事件でその謎に迫る手がかりがようやくつかめたんです。まずシステムの更新についてはパイロットの精神状態と何らかの関わりがあるのではないかと推測していますが、詳しいことはまだ不明です。ただあの翼が出現している間、紋章機の攻撃、防御、機動性などあらゆる性能が向上していたことは分かっています。またパイロットとヘイローシステムの同調率も各機 100% を超える数値を記録しています。これらの状況から、あの輝く翼が出現している間、紋章機はその持てる性能をフルに引き出していたものと思われます。 100% を超える数値？あの、いくらなんでもそれは何かの間違いなのでは。私たちも目を疑いましたが、これは事実です。理論限界値以上の性能を引き出していたことは現在の紋章機からも見て取れます。どういうことですの？スロットルや照準といった操縦系統が今までの調整では不可能なレベルまで最適化されていたんです。つまり各パイロットの特性や癖に合わせてチューニングし直されたといえます。やっぱりそうだったんだ。なんだか今までと操作性が少し違うと思ったのに、やけにすんなり動かせたのはそのせいなのね。つまり紋章機はパワーアップしたということですか？それってすごいじゃないですか。ですが一度出た翼が消えてしまったのはなぜなのでしょうか？その原因は今のところ不明です。翼が消えた際に性能の低下が見られましたが、これは限界性能を引き出した反動と思われます。そうだな、あのまま行けば黒き月にとどめを刺すことができたかもしれない。翼の起動条件も現在調査中です。多分
パイロットと機体のリンクが一定レベル以上に達することで起動するようなのですが。結局、詳しいことは何も分かってないってわけね。改めて考えると、そんなものに命預けてるのよね、私たち。私たち研究者にとっても衝撃的でした。紋章機とエルシオールにこんな秘密が隠されていたなんて。シャトヤーン様がこの場にいらっしゃれば、何か助言を賜ることができたかもしれませんが、今の状況では。はい、エルシオールもシールドの出力をはじめとする防御面が強化されています。攻撃面は強化されていないのか。ただでさえこの船は火力が足りないってのに。ええ、今のところはですが。実は書き換えられたシステムの中にエルシオールに追加兵装があることを示すデータが発見されたんです。船首部分に取り付ける大型のエネルギー砲です。これがあれば黒き月にも十分対抗できるかと思います。そんなにすごい武器があるなんて初耳です。その武器はどこにあるんですか。それについてはこのデータをご覧ください。追加兵装のデータとともに発見されたものです。この図面の中心部、兵器生産プラントとおぼしき場所にこの武器が眠っているようです。それについては私よりも芝王子の方がよくご存知かと思います。私にも確証があるわけではない。ただおそらく私はこの場所を知っている。それは白き月だ。ちょっと待ってください。白き月に兵器が隠されているとおっしゃるんですか。私も信じたくはないわ。でもこの兵器がロストテクノロジーだとしたら、それが白き月にあるのも不思議ではない。それにもっと信じたくないことだけど、図面を見る限り白き月は最初から兵器の製造が可能なように作られていた可能性があるわ。そんなはずないです。白き月が兵器工場だなんて。信じるかどうかはそなたたちの自由だ。だが以前シャトヤーン様から同じ図を見せていただいたことがある。そういえば私たちもこの見取り図にあるような奥の方まで入ったことはないわね。そうですわね。月の巫女の皆さんはてっきりご存知かと思っていたのですが、この見取り図にある区画はシャトヤーン様から立ち入りを禁じられていたんです。だから白き月に兵器なんてあるわけが。信じるかどうかは自由だと言ったはずだ。そなたはどうだ、マイヤーズ。決定権は司令官のそなたにある。それはいいが、白き月とトランスバール本星に向かうとなると、エオニア軍の拠点に飛び込むことになる。ま、それはそうだな。わかりました。
私、タクトさんのご迷惑にならないように頑張ります。戻ったか、ノア。敵の様子を見てきたわ。残った戦力を必死でかき集めてるみたい。そんなことしても無駄なのにね。それからヘルシオールと紋章機は白き月へ向かうみたいよ。白き月？どういうことだ？紋章機の翼と関係があると思うわ。あの翼か。あれは一体何なのだ。リミッターを解除した姿。え？紋章機本来の姿と言っていいわね。多分エルシオールも同じだと思うわ。だとすると、少々厄介なことになりそう。心配することないわ、お兄様。全部ノアに任せておいて。ノアにできないことはないわ。あの翼だって、もう解析したもの。ノアの紋章機が負けるはずがないわ。それは心強いな。しかし、あの5人にノアの紋章機を使いこなせるかも。ノアの紋章機は誰が乗っていても同じ。人間が乗ってさえいれば。それはどういう。どっちにしてもノアたちの方が先に白き月についちゃえば関係ないわ。ああ、そうだ。しかし奴らの方が足は速い。足止めが必要だな。そのお役目、ぜひともこの私にお任せください。シェリー、エオニア様のためあの紋章機を必ずや撃破してご覧に入れます。たとえこの命に代えましても。シェリー、お前は私の大切な部下だ。その気持ちはありがたいが、誤った真似だけはするな。あなた様のお役に立つことこそ、私の望み、私の生きる意味そのものです。ご心配には及びません。今まで私がエオニア様の期待を裏切ったことがございましたか？私が広告から追放された時も、それ以降私の忠実な部下でいてくれた。今後もそうあり続けてくれることを期待している。奴らを打ち倒し、そして必ず戻ってこい。ありがたい幸せ。そのお言葉は私にとって何よりの力となりましょう。どうか吉報をお待ちください。ヘルハウンズ隊をお借りいたします。では。おかしいね、言葉が力になるの。あの人どこかにバグでもあるの？なるほど、白き月と紋章機、
そしてエルシウォールにはそんな秘密があったのか。確かに通信では話せん内容じゃな。データを見せてもらった今でも正直言ってまだ信じられんよ。王国にロストテクノロジーの恩恵を与え、人々の敬意を集める白き月が、まさか兵器工場かもしれんとはのう。ところでルフト准将、艦隊の再編はどうなっていますか？あまり良いとは言えんな。破損した船の修理にも、周辺の兵力の集結にもまだまだ時間がかかりそうじゃ。どちらにしてもエオニア軍と一戦交えるにはあまりにも力不足じゃよ。お前とエルシオールにはまた面倒な仕事を頼まねばならんようじゃな。まともに動けるのがエルシオールだけである以上、我々がやるべきことは決まっています。しばらく見ぬ間に成長したの。やはりお前たちにエルシオールを任せたのは間違っていなかった。ただ問題は船の修理と物資調達です。今後もエオニア軍との交戦があるでしょうから、どこかで何とかしたいところなのですが、しかしファーゴも惑星ドームもこのありさまじゃからな。そうじゃ、あそこならあるいは。惑星ブラマンシュじゃ。そう、かのブラマンシュ財閥の本拠地じゃよ。惑星ブラマンシュはちょうどここからトランスバール本線へ向かう途中にある。あそこなら補給地としてうってつけじゃろう。確かにブラマンシュ商会から補給を受けた前例もあります。今回も引き受けてもらえる可能性は高いですね。わかった。俺はブリッジに戻る。失礼します、ルフト准将。時にタクトよ、こちらで何か妙なことは起きておらんか？先ほど複数の兵から報告があってな、軍の施設や艦艇に侵入した者がいるらしい。それが妙な話でな、侵入者は金髪の少女だったというのだ。辺りを物珍しげに眺めておったそうでな。兵士がそれに気づいて尋問しようとしたところ、煙のように消えてしまったのだそうだ。どうしたタクト？その少女がもしエオニア軍のスパイだとしたら厄介じゃな。マイヤーズ司令、大変です。黒き月が動き出しました。惑星ロームの重力圏から離脱していきます。いかんな、エオニアに先手を打たれたかもしれんぞ。どうやら出発は早まりそうじゃな。わしも急いで自分の船に戻るとしよう。頼んだぞタクト。
こちらも兵力が整ったらすぐに後を追う。本勢でまた会おう。はい、惑星ブラマン市の軌道ステーションにて補給と修理に応じてもらえるそうです。管制室から連絡です。最後の補給物資を積んだ宇宙船が今到着したそうです。船の修理もブラマン諸財閥の方に手伝ってもらってますから、間もなく終わります。力を貸してもらえて本当に助かりましたね。向こうはあの図体だ。移動には時間がかかる。多少リスクはあるが、長距離のクロノドライブ航行を繰り返せばきっと追い抜けるだろう。マイヤーズ司令、ダルノー・ブラマンシュ氏から司令宛に通信が入っています。あなたが司令官ですかな。お初にお目にかかる。ダルノー・ブラマンシュと、うちの娘がお世話になっています。それと私のことはダルノーと呼んでくださって結構。いや、当然のことをしたまでです。我がブラマンシュグループは総力を挙げてあなた方を支援します。我々もエオニアの反乱によって大変な損害を被っております。どれほどの資産が失われたか想像もつかん。これ以上あのような連中をのさばらせていたら、王国の経済は破綻してしまう。そうなればブラマン氏も共倒れです。あなた方には何としても早急にクーデターを鎮圧していただきたい。頼みましたぞ。結構、時にミントはどうしていますかな。ええ、久しぶりに故郷へ戻ってきたのだから連絡の一つをよこせばよいもの。なるほど、確かに私は娘に嫌われているようですからな。率直だな君は。この私に対してこうもはっきりという人間は久しぶりだ。別に怒っているわけではないから安心したまえ。なるほど、確かに興味深いな。なかなかどうして歯ごたえがありそうだ。いや、こちらの話です。ミントには連絡するようにと伝えてください。それでは失礼。ちょっと疲れたって顔してやがるな。今のうちに少し休んでおいたらどうだ。
補給が終了しました。これより本艦は惑星ブラマンシュを出航します。マイヤーズ司令、至急ブリッジにお戻りください。エルシオール、惑星ブラマンシュの重力圏を離脱しました。まもなくクロノドライブに移行します。どうしたタクト、何か気になることでもあるのか。気を抜くなよ。エルシオールが白き月に向かっていることはエオニアも当然察知しているはずだ。こちらの取る最短ルートも読まれてるに違いない。今度のドライブアウト直後に惑星フリードの近くを通過するが、そのあたりがヤバそうだな。覚悟ね。死ぬ気なんてかけらもないくせに。お前と意見が合うなんて珍しいな。エルシオール、クロノドライブ開始5秒前。4、3、2、1。クロノスペースに突入しました。艦内各部異常なし。ドライブアウト予定時刻は明朝0800。さてと、それじゃあ最後の骨休めと行くか。先に休ませてもらうぜ、タクト。何かあったんですか？その人が何か挨拶かされるようなことをしたとか。聞いてみたらどうですか？ただ悩んでいるよりもよっぽど建設的だと思いますけど。ブリッジのことならご心配なく。ドライブ中は私たちだけでも大丈夫ですから。どうしたの？あれ？部屋にいないの？さっき一緒に帰ってきたばかりなんだけど。なに？喧嘩でもしたわけ？まさか、無理やりなんかしようとしたんじゃないでしょうね。そんなことする度胸なんてないし。案外何もしないからだったりして。別に。じゃあ私はこれで。はあ、なんで私があんたとミルフィーの痴話喧嘩に世話焼かなきゃなんないのよ。あら、違ったの？しょうがないわね。それじゃあ、そうね、1時間後にティーラウンジで待ってて。あの、タクトさん。さっきはすみませんでした。聞こえないふりをして逃げたりして。はい。
私、自分なりにいろいろ考えたんです。ランバからも話を聞いて、それで。やっぱり、自分の口からタクトさんに説明しなきゃいけないと思って。私、しばらくタクトさんに会わない方がいいと思うんです。いえ、タクトさんは全然悪くありません。悪いのは私なんです。私といると普通じゃ起きないようなことがよく起きることはご存知ですよね。私の運にタクトさんを巻き込みたくないんです。ご迷惑をかけたくないんです。だからなるべく離れてた方がいいと。今まではまだ良かったんです。でもこの先どうなるかは。戦いがますます激しくなってきて、エルシオールの中も安全じゃなくなってます。昨日だって開くはずのない公園のエアロックが勝手に開いたでしょ。あんなことがまた起こらないとも。でも今まで笑い話で済んでたからってこれから先もそうだとは限らないじゃないですか。私といることでタクトさんの命に関わるような危険な事故が起きちゃうかも。ごめんなさい。本当にごめんなさい。さよなら、タクトさん。うまくいかなかったみたいね。ミルフィーがあんなこと考えてたなんてね。付き合い長いけど、ちょっと意外だったわ。あんた、ミルフィーのせいでろくでもないことに巻き込まれてムカつくとか、どっか行けって思ったことないの？友情だけじゃそうはいかないと思ってね。やっぱ愛の力は偉大よね。何今さら照れてんのよ。当たり前じゃない。あの子のせいで今まで私がどんな目に遭わされてきたと思ってるの？決まってるでしょ。ムカつくことはあっても友達だからよ。まあ私にできることはここまで。あとはあんたとミルフィーの間の問題よ。もう遅いから続きは明日にしたら。その方があの子もあんたも少しは冷静になるでしょ。まもなく通常空間に移行します。各員第一警戒配備へ。マイヤーズ司令はブリッジまでおいでください。
ほら、タクトさん、早くブリッジに行かなきゃ。タクトさんが追いかけてくるから、行きたくても行けないんです。ダメです。私のそばに近づいたら何が起こるか。おい、今すぐ持ち場に戻れ。あと5秒でドライブアウトしまうぞ。何やってんだお前ら。もう通常空間に出ちまったじゃないか。お！早く戻って指揮を取れ。じきに艦隊も来るぞ。ミサイル第2波来ます。回避不能。かばってくれたおかげで。タクトさん、血が出てるじゃないですか。ありがとうございます、助けてくれて。タクトさん、挟まってるんだと思います、敵のミサイルに。不発だったみたいですね。 D ブロック左舷に被弾。ただしミサイルは不発だった模様。核壁緊急閉鎖。近くにいる消火班救護班は復旧作業に向かってください。私のせいです。ごめんなさい。またタクトさんを巻き込んじゃった。また私の運のせいでタクトさんを危ない目に。こんなことになるのが嫌だったから、一生懸命タクトさんに会わないようにしてたのに。どんなに会いたくても我慢してたのに。タクトさんだってそう思うでしょ。私みたいなヘンテコな運の持ち主と一緒にいたら危険だって、不幸に巻き込まれるって。一緒にいる時の方が幸せです。ずっとずっとタクトさんと一緒にいたいです。
誰かいるか？ここに2名います。その声は司令人ミルフィーさん？どうしてこんなところに？あら、よく見たら、ひょっとしてしばらくそのままにしてあげた方がいいかしら。それもいいかな。なんでもないです。早く助けてください。言い訳はとりあえず後で聞こう。敵艦隊がすぐそこまで迫っている。さっさと指揮を取れ。この前戦ったシェリーとかいう女が乗っていた船が確認されている。それと例の大型戦闘機5機もだ。レーダーには今のところそれらしき反応はありません。多分こちらの足止めが目的の別動隊だろうな。紋章機はすでに4機が発進している。ラッキースター、緊急発進しました。これで全員発進済みだ。了解。敵艦隊の編成はあの大型戦闘機。高速突撃艦、そして機関の高速戦艦だ。わかりやすくていいじゃない。任せといて。ただ今回は紋章機の翼は出ていない。この前みたいにパワーアップしているわけじゃないから注意しろよ。と言ったって今まで通りってことだろ。だったら負けるわけないさ。そうだろ、みんな。その通りです。白き月にたどり着くまでは負けるわけにはいきませんわ。きっとなんとかなりますよ。そうですよね、タクトさん。もう一度作戦内容を確認する。はい、お待たせしました。いつでも行けます。了解。